マオマオ。いい、マオマオ。あなたは私の次女なのよ。えい、うん、お化粧しましょう。それからそばかすを。え、マオマオ。ああ、バレちゃったか。最後は忌避、玉葉妃だな。玉葉妃への肩入れが強いのはやはりお気に入りのおもちゃができたからか。ごきげんよう、玉葉妃。あら、さて、姫の様子は。ごきげんよう、陣師様。ああ、薬屋か。そばかすが消えてるぞ。化粧をして消したんだろ。化粧を落としたから消えたんです。ん、うわあ、めんどくさい。毎日乾いた粘土でそばかすの化粧をしていました。なんでそんなことをする？知りたいですか？裏路地に連れ込まれないようにするためです。チビで痩せギスの仕込めなら、そうそう狙われることはないですから。悪いな、管理が行き届いてなくて。腹立たしくないのか？でも人士様のせいではありません。申し訳なかった。痛いです。やる。じゃあ、あとは会場で。男物のかんざし。うわー、